ホートアムステルダム、アムステルダム砦はガーナ共和国セントラル州コルマンティンにある砦。リデ。1638年から1645年にかけてイングランドによってホートコルマンティンとして建設され、1665年にオランダ西インド会社のエンゲルデルイター提督に脱取された。これによって砦はオランダ領ゴールドコーストの一部となり、1868年に イギリスに明け渡されるまで、その状態が続いた。1782年始め、トマス・シャーリー艦長を率いる50門を備えた、砲艦 HMS リアンダーとスループ HMS アリゲーターがオランダ領ゴールドコーストへ向かった。当時イギリスはオランダと交戦中であり、シャーリーは20門の方を構えていた、モウリのフォートナッソー、宝32門のコルマンティン。 方22門のアパムのフォート・レザムヘイト、方18門のセニア・ベラクのフォート・グーデ・ホープ、方32門のアクラのフォート・クレーブクールといった、オランダ側の小規模な砦を攻略していった。今日では、砦の敷地の周辺にアバンゼ集落が形成されている。ありがとうございます。